さーて、今回は散逸した古代中国の兵法書についての続きだぜ。前回は漢書、啓蒙史から復元した最古の図書目録、七略から兵書に分類される書物、いわゆる兵法書を紹介したぜ。その中でも剣法、形成、引用、技巧の4種類の兵法書のうちの総合兵法書、剣法に含まれる兵法書を紹介していったぜ。孫子、呉子をはじめ、司馬法、荀子、漢詩など、現在もその内容がある程度残っている兵法書七略の基準では、や、高孫王、大公、院、藩令、大夫将、漢臣、公部君、祖師、のような歴史上の有名人に家宅されたとみられ、今は失われた、兵法書を紹介してきた。いろんな兵法書があったわね。今回は、七略の分類で、形成、引用、技巧の兵法書を紹介していくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。さて、形成に分類される兵法書というのは、啓蒙史ではこういうものであると記されている。雷動風挙し、遅れて発して先に至り、離合廃挙、変化常なく、形質を持って敵を制するものなり。つまり、敵に遅れて出動しながらも、先に戦場に到達するなどの、疾風陣雷のごとく、迅速な機動力を持って制圧する兵法のことだぜ。ただ、ここに入る兵書の中で現存しているのは、鬱陽詩のみで、その鬱陽詩も当時の31編から、現存は24編で、その内容も主に軍法の運用方法を説いており、機動戦術について記述された部分は失われていると見られるのだぜ。この形成の兵法に属する兵書は鬱陽詩の他に、技巧詩、祖兵法、理陽、詩友、皇王、などがある。これらはいずれも散逸している。技巧詩、21編とは戦国詩君の一人で、強大な心を抑え込んだ。技の講師、新陽君のことだぜ。祖兵法、7編とは名前の通り、春秋戦国時代の、その国の兵法とされる。李陽、3編は戦国時代の趙の将軍。詩友、2編は新代中国で皇帝に逆らった戦いの神だ。皇王、1編はご存知、蘇韓戦争の皇王のことだぜ。私的には、技巧詩、詩友、皇王は読んでみたいわね。では、次は引用の兵書についてだぜ。引用はまあ、字面でわかると思うが、啓蒙史では、時に従いて発し、啓徳王子、と劇に従い、故障により、貴人に借りて助けとなすものなり、とある。時節にある吉凶や天文による占い、北斗七星の方向、御用の理論に従い、貴人からのお告げによって、戦の可否や吉凶、戦う相手、戦う際に有利な方向や日時、などを判断する兵法なのだぜ。人知を超えた天の意志をつかみ、自然の動きを戦いに生かそうとしたのだぜ。この引用に属する兵書は、皇帝、神農兵法、と、三皇五帝をタイトルにした兵法書がある、二書とも散逸。他にも星の名を冠した、大逸兵法、天逸兵法、これも散逸。気を見るものとされる兵法書、別正史防軍記、も散逸。引用の兵書は秘術的なものだったらしく、現存するものが、一冊もないのだぜ。残念無念。お次は技巧の兵書だぜ。この技巧は、手足を習い、機械を弁にし、機関を積み、持って攻守の章を立つるものなり、と、武器の扱いや兵士の教練の方法を説いたものなのだぜ。ここには有名な、牧師、が入る。啓蒙史では書士の牧歌に入れられている。この、牧師、以外の技巧の兵書はすべて散逸しているぜ。その中には、御子書、がある。これは推薦の兵書と考えられている。他にも、弓術に関して書かれた兵書、訪問者法、李将軍者法、がある。訪問者法、
の署名は中国の神話で弓の名手芸の弟子、宝毛から来ている。芸の方がエピソードも有名なのに、なぜ宝毛が兵書のタイトルなんだろう。ねえ、不思議だぜ。李将軍写法、の李将軍とは漢の時代に非将軍と呼ばれた李公のことだ。といったところで、兵書の分類、剣棒、形成、引用、技巧について、あらかた話すことができたぜ。今回紹介した兵書は、鬱陽師と牧師以外は散逸している。失われた兵法書が数多くあるのは本当に残念ね。でもだからこそ、現在まで伝わっている兵法書の貴重さが実感できるわ。現在残っている兵法書が当時の兵法書の中でも、特別よくできていたものだったのかなー、なんて思うぜ。時代の流れの中で淘汰されていった結果、より普遍的な内容のものが残っていったのかもしれない。技巧の兵法書なんかは時代が変わって戦い方が変わると、役に立たなくなってしまうものね。というわけで、ちょっと早いが、今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございましたぜ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いしますぜ。では、